選手も日米、それもアメリカもメジャーから独立リーグからメキシカンリーグからと、本当にいわゆるジャーニーマン選手という感じですけどね。そうですね、あの経験は豊富ですよね、まあ、長年の課題だったキャッチャーを考えますとベイスターズからすると本当にこの高城をうまく育てたいですね。そうですね、あの肩は強烈ですね、あのものすごいいいんで、あとはまあリード、配球ですけどね、はい、レフトラミレスの前にボールが弾みます。三塁ランナーそれを確認、二塁ランナーはすぐさまスタートを切ってもう追いかけっこをするように秋山もホームインをしました。2点を先制しています。何かスーッと甘いところに入ってきたのかなというようなボールでした。そうですね、スライダーがあの甘いところに入りましたよね、まあ、その前のボールが、パスボール、になりました、はい、あのボールが行ききれなかったということで、オーティス選手、ある程度外に、目付けがあったのかなという、感じもありましたね。そうですね、あっさりと先制をしました。